月っていうその位置ではあるんですけど、東京オリンピックに携わることができたのは嬉しいですし、まあ、自分がそのオリンピックとかにその名前が載るとかは今シーズンとかは思ってなかったので、まあ、びっくりっていうのは正直あります。まあ、これからやっぱ自分は世界でその、まあ、世界大会とかに出たいって思ってるので、やっぱりまあ一緒に帯同させてもらっていろいろなことを経験して吸収していきたいなっていう思いで、そのお願いしますって答えにしました。リレーメンバーの中でめちゃめちゃ調子いいんじゃないかな。日本選手権は自分の中ではそのきっちり合わせた試合であって、このためにやってきたって言っても過言ではないぐらい、準備の段階ではもう後悔ないことができてたので、それが結果につながったっていうのは嬉しいことだなって思います。児玉さんにやっぱ 0.02 まで迫られたのはすごい良かったんですけど、やっぱまだ勝ち切るにはまだまだだなと思ったので、また頑張りたいなっていうのが正直なところです。見た後でもあれだと思うんですけど、そこでやっぱ思いというか気持ちというか、だいぶその経験を経て変わると思うんですけど。そうですね、なんか、まあ、期待してなかったって言いつつ、やっぱそのまあその補欠ってところであと一歩ってところではあったので、やっぱちゃんと悔しいって気持ちはやっぱあるので、まあその悔しさをバネにいい方向に前回より持っていけたらなっていうのはあります。100、200リレーで3冠することが目標です。